がががが、足つってるやつさ。どうもー、やたやがクックムです。あ、いやいいばやさ、足引っ張らんかお願い。はい、よいしょよいしょ、もっと強く、ほな行くでー。はい、フリムーンラジオ。皆さんこんばんは。8月25日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 FM ギノワン、この時間はいつもの通りフリムーンラジオの時間です。お相手は私ナルトラです。よろしくお願いします。そして、はい、ミキサーのエコザエルです。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、実は、今日は僕と、エコさんの2人でいつもお送りしているここ最近のフリムーンラジオですけれども、今日はサプライズでございます。僕も話を聞いたのが、エコさんが来た8時40分ぐらいだったので、急遽、フリムーンラジオのツイッターだけでサプライズです、今日はサプライズがありますというふうにお伝えしましたけれども、そのサプライズの主が僕の反対側に座っています。それでは自己紹介の方をお願いいたします。皆さんこんばんは、FM ギノワンスタッフの、なっちゃんこと玉木夏子です。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。ということで、実はですね、この前の番組、どこかの領事館という番組でですね、一応声だけはツイキャスとか YouTube でも、画面に出てるのはりょうさんだけですんで、顔は一切、基本的に出してないなっちゃんですけれども、はい、なんとこのフリムーンラジオがほぼ初めてじゃない、顔出し、FM なんで、うんうん、基本的にはね、ラジオなんで音声だけなんですけど、一応ツイキャスと、ね、YouTube ありますんでね、はいはい、の顔出しは、はい、初めてじゃないですか。初めてですよ。いやだから少し緊張してます。いや見事に大丈夫、全世界の人しか見てないYouTube 配信見てる人しか見てない。そうですね、全世界たったの何十億人ですから。そうです ね大丈夫、今は、16人だけど、後で見る人を加えたら多分何百万人ぐらいかなちょっとそれ量増えてないですか大丈夫よ、頑張ります。はい、ということで、僕も緊張してますよね。やっぱこちら、こちらにも伝わってにやけてるだろ。えにやけてるし、よかったですよ、マスクあってね。本当シュプリームさん当たってる。40のいやらしいおじさんのバイキンに感染しないようにねなっちゃんね、気をつけてよ。大丈夫です、ワクチン打ってきたのでじゃあ大丈夫もうちょっと壁高くしようかこの前にある局長にお願いして、アクリル板ですね、それともアクリル板でこっちだけ覆うかいやいやいや、もうそれはちょっとね、大丈夫、そんな風にね、何か菌扱いとかウイルス扱いされている僕ですけれどもね、ちなみに僕も、はい、なんでもない。え、なんでもないよ。もう自分でこうやって言ったときに何もね触れないのがね、エコさんのまたさらにね、いやらしいとこなんですよ本当ね、ということで今日はですね、スペシャルゲストに、FM ギノワンスタッフのなっちゃんをお迎えして、お送りしていきます。で、ちょっと今先にコメントでかっちゃんさんから、はい、なっちゃん星座は何ですかと聞いてます。星座は、はい、水亀座です、はい、おお、水亀座、水亀座、はい、じゃあ多分あと10分ほどしたら占い行きますんで。え、あ、そうなんですか。いつもですね、出演する方の、はい、星座占いをいつもかっちゃんが作ってくれてるので。おお、はい、ありがとうございます、はい、楽しみにしてます、はい、楽しみにしてもらいたいなと思います。さあ、それでは、今日は、オープニングトーク、僕なんですけれど、やるの？じゃあちょっとさらっと、
もうあの僕の本職ってあの旅行のを中心としたあのガイドブックのもこうライターとか編集やってるんですけど、当然ですけどこのご時世なんで、仕事も減ってますし、実は今週もちょっとそういう仕事を取材とか、県外からスタッフが来てやる予定だったのが、もう当然ながらこのご時世で中止になりました。あ、まあ延期ですね、でもう本当ビクビクしながら今もう去年からずっとねビクビクしながら仕事やってます。旅行か、そう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 、なかなかね行けないんで、こう本当にこう僕もこう妄想をしてほしいみたいな感じでなんとかね、あ、はいはいはい、落ち着いたら来てほしいみたいな感じでね、作ってるんですけれど、なかなかね僕も立場上ね、もうこう毎年の作業はあるんでそれは多少やりながら仕事してるんですけど、どうしてもねこう、もうお店に電話するたびに苦しんでるな、この人々のこの方々閉店も情報もあったりしながらね、ね、ちょっと悲しいですよね本当に。本当そんな感じ、こういう仕事やってたらね、本当にそう思います、なんとかね、早く落ち着いてほしいですけど、あのなっちゃんはじゃあ、先1回ワクチン1回目、あ、そうですね、ワクチン1回打ちました、あ、僕もあの1回もう打てる状況になったら速攻でもう接種券来て、お、はいはいはい、で速攻で1回目を打って、僕もさら1週かな、あ、じゃあ来週末か、来週末2回目予定してるんで、なんとかね本当に、いろいろ言われてますけどね、なんかとりあえず、マシにはなるだろうと、そうですね、僕一人打ってはね、そうですよね、もう信じたいですよね、そう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 、もう本当信じるしかないです、そっちの方向にね、まあ、そんな感じでこういう仕事をやりながら、僕はもともとラジオが好きなんで、あの沖縄に引っ越してからもね、もともと僕県外出身なんで、あのラジオをずっとフリムーンももう3年やらせてもらってます。すごい、3年。そう、あのこの番組自体が、あの FM ギノワンの開局とともに始まった番組なんで、あ、そうなんだ、そうそうそう、もう今数えるほどしかないと思う、もうだあの帯番組が、もうそういう風なこう、FM ギノワンの歴史とともにある番組なんで、うわー、なんかいいんですかそんな、なんかで、いや、まあ、あの大体こう毎回、毎年じゃないけど、あの FM ギノワンのスタッフが新しく来てくれた時には、あのここを通っていくと登竜門なんですね、ここ登竜門前だとね、さっきまでいた、マナミンとかも出てもらったし、あの小春とかも出てもらったし、当然ですけど、途中でね、キャン君も乱入してきたりもするのでこの番組は、はい、ということで、そんな感じでですね、今日はなっちゃんをお迎えして、たまにこうね、番組の中でね、なんでこんな FM ギノワンに入ったのとかね、いろいろ聞いていこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、では、次に、ちょっとごめんなさい、今日のテーマ発表の前に、実は FM、ごめんなさい、フリームーンラジオ、300回記念ということで、プレゼントをいただいておりました、あのスポンサーが、ね、あの奥跡配送センターっていうスポンサーさんからですね、充電ケーブル、 iPhone 用の充電ケーブルをいただいてまして、その3週連続プレゼントの3週目の当選者をここで発表いたします。はい、すでに決まっておりますので、発表いたします。この方も本名しかね、先週の方と同じで本名しか送ってきてないので、住所だけ、あの住所のあの新あの県と市だけ言いますね、福岡県福津市の方です。おめでとうございます、福岡で聞いてらっしゃる方、おそらく名前だけ見ると女性の方だと思います。正直福津市がどこにあるか僕は今パッと見目つきません、ごめんなさい。でもし、このツイキャス見られてるんでしたら、あのラジオネームお願いします。ぜひぜひこれからメールでね、参加してもらえたらと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、さあということで、で実はですね、プレゼントは
この3週連続だけではありませんということだけお伝えしておきます、はい、さらに沖石配送センター様から別のプレゼントをいただいてますんで、それはまた来週ちょっと発表したいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは今週のメールテーマいきたいと思います。今週のテーマはこちらです。夏の思い出ということで、僕が今週、はい、あのなっちゃんが来ると思わずに、そんなこともつゆ知らずに、うん、エンディングでこのテーマを決めたんですけど、はい、見事になっちゃんが来るということに合うテーマだなと僕は今思いましたね。ね、はい、やっぱり夏はいろんなね、これはもう楽しい思い出も辛い思い出もいろいろあると思いますけどね、うんうん、はい、あのノンジャンルで、夏にあったこと、もうなかなかね、うん、今年去年とね、うん、なかなか自由に思い出を作れないと思うんで、そうですね、過去の思い出でちょっと浸ってみるのもいいんじゃないかなと思って、はい、このテーマを決めてみましたんでね、はい、はい、ということで、まだメールもね、お待ちしておりますんで、ぜひよろしくお願いいたします、うん、メールアドレスは moon@fmgino1.com moon@fmgino1.com です。またこの番組は YouTube とツイキャスで映像と音声を同時ネット配信しています。それぞれ、YouTube そしてツイキャスのトップページから FM ギノワンと検索していただくと、その公式チャンネルが出てきますので、そちらから見ることができます、また YouTube の方よりもツイキャスの方で見ていただくと、Twitter と連動して、コメントが打てます、常時、僕らも見ているのはツイキャスの方ですので、ぜひこちらの方で番組を盛り上げていただければと思います。この番組は民謡居酒屋やってもおれ、沖石配送センター、神津土地 NS 配送、フリムファミリーの提供でお送りいたします、はい、では CM です。の前にみんなから、はい、あの迎えに可愛い子を迎えて、はいはい、ちょっと羨ましがってるナルトレイのリクエストということで、はいはい、さっきから BGM で呪いがかかってますこの歌ね。では一旦あの周りの男たちの気持ちを代弁しましたということで CM 行きましょう。お願いします。屋根に青いキャップちょい太め、そんな泡トラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃい、フリムファミリーも待ってます。フリムラジオ、はい、FM ギノワンフリムラジオをお送りしております。今日はですね、サプライズゲストに FM ギノワンスタッフのなっちゃんをお迎えしてお送りしております。さあ、それではこの時間はまずここまでに来ているツイキャスのコメントを紹介したいと思います、まずはギネスさん、こんばんむーん。こんばんむーん。サプライズって何ということで、なっちゃん登場会ということで、はい、こんばんは。そしてヤンバルクイナさん、ナルトさん、エコさん、こんばんむーん。ありがとうございます。そしてシュプリームさん、おこんばんむーん、逃げるは恥だが約密輸です。何言って言うんでしょ、はい、
そして、埼玉地さん、今夜も静岡県からこんばんムーンということでありがとうございます。あの奥さんはもうね、あの、うん、移住予定で、奥さんはもうすでに先に、うん、沖縄に来てるそうです。なるほど、はい。そしてシプリームさん、うん、うちのお嬢様に似たそちらの可愛い子は誰ということでですよね。やっぱり、FM ギノワのね、あのたくさんの番組聞いてるリスナーさんも、うん、姿はね見たことなかったと思いますんでね、はい。そして西壁さん、皆さんこんばんむーん、こんばんむーん、ありがとうございます。うん、そしてバッテンクマゴロスさん、ハイサイグスヨチューガナビラ熊本からイヤビン、おーありがとうございます。はい、そしてサッチーさん、こんばんむーん、こんばんむーん、はい。そして、ギネスさん、なっちゃんが迎えにいるから僕のテンション高っということで、わかるんですかねギネスさん、あのちょっと声が若干変わってるのがわかるんでしょうかね。そしてヤブロクギネスさんもね、いらっしゃいませということで、うん、そして、とある女子さん、なっちゃーんということで、これまなみさんですね。そう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 、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。さっきまでね、あの、いたんでね、仕事してたんで、うん、ちょっと話もしておきましたんで、はい。シュプリームさん、あ、なっちゃん、妹もなっちゃんやし、親近感わくわということで、え、本当ですか、わあ。そしてバッテンクマゴロウさん、うん、かわゆいということで、はい。そして、かっちゃんさんね、うん、えこさん、なるたさん、ゲストのなちゃん、こんばんむーん、こんばんむーん、なちゃん、はじめましてです。はじめまして、ちょうどラジオネーム覚えられるチャンスということで、あ、そう、あのかっちゃんさん、そう、あのでもよく見てますわかる、わかる、はい。一応今って、さっきのどっかの領事館で出てるくらいかな、今は。あの番組のスタッフに座ってるのは、喋ってるのってことですか。まあ、喋るもそうだし、うん、あのこう番組の中にいたりするっていうのは、はい、あれ、あの番組だけかな今のところ。あ、あ、担当してる番組。そうそうそう、あ、そうそう、なんかあったら。あ、ですね、水曜日の、ピーチキャッスルの仮から、どこかの領事館までを、あの担当してて、で土曜日はそうですね、朝から、うん、朝のマイジャーニーユアトリップから、なんとかな、スターワールドチャンネルまで担当してます。じゃあ、この水曜日の、夜7時と8時、はい、それから、はい、まあ、土曜日ですね。そうですね、はい、はい。さあ今ですね、ちょっとあの赤い T シャツ着た、あのちょっと、不審者が、いやいやいや、小指角ぶつけたそうで、今ですね、ちょっと笑い声が漏れました。エコさんとちょっとね、青いスカーフをマスク代わりにしてる、誰か分かんない、不審者、不審者もう不審者って言葉を言おうと して止めたのに、せっかく。でもかっこよくなかったですか、不審者。でもなんかあれかっこいい、はい、かっこいい先輩あー、かっこいい先輩ナルトロが悔しそうにしてるね。はい、そして、ちょっとツイキャス戻りますね、うん、シュプリームさん、なっちゃん、水瓶座、はい、娘も嫁も初代嫁も水瓶座、えーうん、あのこの方ね、ご縁がありますね。もうね、大体こう共通点を見つけて、うん、そこからね、あの話を進めていくのがね、うん、上等手段ですね、この方はね。あ、共通点を探して、うん、はい。バッテンクマゴロさん、うん、握手したらナルトラ菌染まるよってもう冗談じゃない、はい、もう勘弁してください、うん、大丈夫です、大丈夫です、壁はちゃんとありますから。ちょっと お疲れさん、不審者ありがとう、いい注射だったな、これ、ね何かを駆除しに来たんでしょうかね、はい、はい、何かを駆除しに来たんでしょうかね。今注射打ってってくれた、あ、ワクチンにして結構な音でしたね結局出てきたのは空気だけだったんですね、うんはい。そして、沖縄大好きさん、こんばんむーん、こんばんむーん、ありがとうございます。トコ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 ということで、ありがとうございます、うん。さあ、かっちゃんさん、はい、占い来ましたよ。あ、いいよ。ヤギ座のエコさん、はい、鈍感になっています、うん、
相手が発信している気持ちに気づくことができません。わお。ただ不安に思っていた課題も克服できる日です、うん、多忙さゆえ生活に欠かせない行動で連絡や段取りを忘れないように注意してくださいという。了解、はい、ちょっと気をつけた方がいいという感じですね、はい、うん、そして埼玉地さん、自分もスタッフになりたい、無線従事者の資格ならありますって、うん、あ、確かにね、埼玉地さんのはこういう管理局で持てる免許だから、うん、無線。ああ、ぜひ、なんか、ね、来てくれないかな。多分今持ってる人より安く免許貸してくれるならって、うん、あ、いやいや、もう局長と交渉してください、うん、値段は、ね、そこらがね、はいはい、ね、さあ、そして、うん、かっちゃんさん、水亀座のなっちゃんのドキドキしていただいています、はい、運勢が絶頂を迎えています、はい、食、恋、はい、財、財、これはお金ですね、食、はい、は仕事ですね、はい、何でもあなたの気が向いたものには積極的に取り組んで、はい、期待以上の成果が出せます。うわ、また言いたいことをすべて伝えられる一日です、はい、特に普段は言えない感謝や愛の言葉を伝えると丸ということで、はい、はい、一応これ明日になるんで、あ、はい、前日に占ってくれてるんで、そうですね、す、明日の運勢ね、はい、嬉しいです。じゃあ、うん、双子座の、うん、僕ですね、うん、あ、双子座なんですね、そう、双子座、阿波さん、うん、あなたはどことなく型破りな感じの独特な雰囲気の異性に縁があるでしょう、うん、はい、ということでかなりオープンマインドな人物なので、はい、すぐに打ち解けられそうですということで、水曜日かな、はい、水曜日のモーニングエイトのあれかな、担当の人かな、型破りですね、確かに、ね、型破りだよな、独特な雰囲気ですね。じゃあ後で連絡先教えてあげようかだからまずエコさんがそれ知ってるっていうのか、うん、多分 LINE だけよあとはもう局長じゃないのに分かるわけないだろうからなんかね、エコさんいろいろとね、うん、意外と掴んでるんですよね、気がつけばね、うん、掴める範囲の裏情報入るのは早いから本当ね、すごい、ちょっとね、変なところだけね、はい、なっちゃんも気をつけてくださいよ、はい、はい、ちょっとセキュリティ多めに、大丈夫大丈夫、こっちには厳しいけど女性には甘いんでセキュリティ俺も、はいはい、そして、アッキーさん、夏の思い出、うん、ない以上解散ということで、バイバイ、いや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 でもまあまあまあこういう方なんでね、アッキーさんは、はい、そして武蔵さん、ナルタさん、エコさん、ゲストのなっちゃん、リスナーの皆さん、こんばんむー、生放送お疲れ様です、はい、よ、はい、よし、そしてサッチーさん、はい、苦い思い出をメールしましたということで、後で読みたいと思います、メール来てますね、はい、はい、そしてシュプリームさん、うん、去年の夏はコロナに対する危機感が薄く、うん、濃厚接触しまくっていたけど、今年の夏はおとなしく趣味の写真を撮るくらいですね、ということで、写真が趣味なんですね、ですね、シュプリームさん、うん、金曜日 の、 うん、夜の写真の番組によく投稿してきてくれてるん で、 あ、はいはい、奥さんも子供もいるのに、うん、はい、彼女が別にいっぱいいて濃厚接触しまくってる人なんですねそうなんですか、いや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 、あんまりあんまりちょっとこうね、別世界の話なんで、ね、あ、はい、大丈夫、あ、皆さんちょっと注意事項があって、はい、自分たちの暴露するネタはいいんですけど、はい、なっちゃんに対する下ネタだけは厳禁ということで、局長からちゃんと言われてますので、はい、大事に、来た方は厳しく処分します、ナルトラが。はい、以上です。はい、そして、うん、ポンタさん、ナルトラさん、皆さん、はじめましてということで、はい、はじめまして。はじめまして。朝、特に朝にうん、番組ではよくお見受けするリスナーさんですね。はい、ありがとうございます。そして、ソラシドおばさんさん、うん、こんばんむーん。こんばんむーん。え、水亀座なの？はい、私とドギネーっていうリスナーさんがいるんですね、ソラシドバさんと、はいはいはい、と同じ水亀座なんて、うん、女性らしい素敵な人だわね、嬉しいです、ありがとうございます、そこ殴るんですか、いや、ソラシドさんがちょっとおかしいこと言ったんで
ね、そうですか。シュプリームさん、ギノワンリスナーには僕を筆頭に不審者しかいないからなって。あ、それは当たってるね。はいはい、ノーコメントで、うん、ちゃんと、いやいや、あの見分ける力をね、なっちゃん鍛えられると思うので、わかりました、はい、そしてさ、多分ここの沖縄大好きさんのコメントあたりにちょうど、うん、キャン君がやってきた時でしょうね、うん、はい、ソラシドバザンさん、なっちゃん、はい、不審者ことさくらんぼちゃんと末永くお幸せにしてあげてね。返却不可で、ちょっとこれ、コメントとしてどうでしょう。後で多分分かると思うんで。あ、はい、はい、大丈夫、あのセキュリティかかってるんで、ヤマチンの。はい、以上です。はい、ギネスさんもね、キャンハウスって。ソラシドバザンさん、一瞬だけ見えた人、うん、さっきのね、あの小指を痛めた人でしょうか、はい、髪の色と長さだけで分かったよ、うん、答えはグレーとギダユーだなって。なっちゃんはなっちゃん分かんないと思うんでね、うん、僕とエコさんはね、分かったんですけれど、あ、飛ばしといてよ、ソラシドさん。あと1分ぐらい、1分ぐらいしたら帰ってくるはず。ちょっと笑いでごまかしてしまいました。あ、そしてなんと、はい、さっき番組、そのな、写真の番組の話してた、その、金曜日の写真の番組の、はい、パーソナリティの、ゆうたさんからコメントをいただきました。なるたさん、こんばんは、ゆうたむろんですって。こんばんは。お、いや、あの、本当に、あの、まあ、初めましてかな。この番組のコメント初めましてです。お、はい、ありがとうございます。ゆうたさん、一度お会いしています。うん、あの、浴衣ウィークの時に来ていらっしゃって。あ、このエロ親父が。いやいや、誰を撮りに来た、誰をって。でも結構いろんな写真撮ってくださいました。特にスッピー撮りやがったな。ね、さすがね、あの事務所所属のモデルですよ、スッピー、ね、うん、はい、ということでね、あの撮影のスキルは一流、MC のスキルは何流なんでしょうか。5流ぐらいでいいんじゃないですか。そんなにですか。包んだのに、せっかく。なんで聞いてるよ、放送事故しまくる人って。はい、だからあのね、ゆうたさん、ナルトラを見習ってね。はい、はい、そしてソラシドバザンさん、うん、もう僕にだけ占いをいただいてます。はい、土下座のナルトラさん、うん、ラッキーアイテムは牛乳石鹸、牛乳石鹸、ラッキースポットはリッカリッカ湯、うん、アンラッキースポットは辻、かっこお金をなくすでしょう。あ、もうこんな日にね、こんな日にこのコメントいただいてもね、もうコメントしにくくて、しにくくて。あ、じゃあ俺なんかには大丈夫、うん、なっちゃんにだけはダメですよっていうことなんで、すいませんね、本当に。いや、大丈夫大丈夫大丈夫です。はいはい、はい、そして、なんでしょうね、ガラスの中年さんね、なる、うん、帽子、漂白剤使ったか。使ってないよ。何言ってるんでしょ。だから、うん、青から紺に変えたってば。だから歌も変えないといかないのよ、そこ。歌詞をね。じゃあ今日なっちゃん終わったら歌おうか。あ、よし、あ、はい、うん、はい、あ、あるよ、今日やる。なんですか。三振準備してある。あ、いやいや、私できないので。いや、嘘つけ。この前見たよ、びっくりしました、ツイッター。あの先週ですね、うまかったね、僕が帰ってすぐにね、うん、あの FM ギノワのツイッターがね、うん、なっちゃんがあのエコさんの三振を弾いてる動画が、 あれ俺のだった、あれあれ、あ、あれこっちに置いてあったんじゃない。あ、こっち、そうですね、一応一緒、うん、あの音でわかるよ。すいません。いかに僕があの三振じゃなくてなっちゃんを見ていたかっていうのがわかるかもしれませんね、これね。このアバトラが。ごめんなさいね、はい、いやいや、とんでもないですよ、はい。さあ、そして、ソラシドバザンさん、うん、大丈夫よ、私も下ネタわからないから。飛ばされちゃった。ちょっと飛ばしとこうね。またね、あの、ソラシドさん、1分ほどできんです。ペナルティーでありですか。ちょっとこう、あの、うん、そういうコメントをするとね、1分、はい、はい、そしてポンタさん、エコさんってワイドのエコさ、うん、エコザイルさんですかって。当たり、そう、あの、ツイッターで、うん、あの
何お互いフォロー相互フォローしてる人なんかがおはようってつぶやくと、はい、あの返信かいいねしてくれる人をメインで返信する、はい、おはようって一緒に、そう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 、はい、それ以外はもう無意味なんで、はい、あのイメージと違ってたダンディーですねって言ってますね、本当に、ね、全然違う全然はい、そして青いソニカさんもこんばんは、うん、ありがとうございます、こんばんは、さあということで、ちょっと時間も押してきてるんで、うん、じゃあここで CM 行きたいと思います、うん、はい、お願いします。わちゃわちゃ騒がしい一時間、それがフリムーンラジオです。フリムーンラジオ、はい、ということでフリムーンラジオをお送りしています。今のジングルはですね、あの月曜朝8時モーニングエイトの、ガネコマーヨーの、あ、ジングルでございました。すごい声が、うん、そうそうそう、もう、うん、あの CD も出してるねプロの歌手ですから、もともとはすごい、はい、うん、ということでこの美声をね、うん、使ってとんでもないジングルを毎週聴いているということで、ね、そうですね、ちょっとんってなっちゃう、なっちゃんにはそう聞こえるかもしれませんね、はい、さあということで、この時間はですね、なっちゃんにちょっといくつか質問をぶつけてみたいと思います。まず、はい、なっちゃん、はい、おいくつですか？私は今21です。21、はい、大学、あ、そうですね、大学4年、龍大の4年です。あ、ほう、龍大、はいはいはい、これまた、ね、国立大学っていわゆるそういうとこですから、じゃあ賢い、あ、いやいやいや、とんでもないです、もう頭はちょっとポンコツなのでそんなことないですよ、あのね、大丈夫よ、あの僕もあのね、国立大学出身ですから。すごい。いや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 。ということは今在学中で、はいはい、で、まあ、この FM ギノワンに入ろうと思った理由って何かありますか？あ、はい、私今就職活動をしていまして、でマスコミに行きたいと思ってて、うんうん、で去年はあの琉球放送で、あの RBC で、またすごいところにRBC で AD やってた、はい、あ、いやいや、あのカメラアシスタントやってて、あ、はいはい、うん、で、あの、で、まあ、8ヶ月ぐらい続けてて、うん、で辞めて、うん、でしばらくアルバイトやってなかったんですけど、やっぱりまたなんか、ま、そのテレビかあのラジオ局 の、うん、あのアルバイトしようと思って、でテレビやったからラジオ行こうと思って、でいろいろ探してって、あのたどり着いたのが FM ギノワンでした。見つけちゃったんだ、ここでも本当にもうご縁だと思ってます、本当にもう、はい、じゃあ最初、うん、あ、じゃあまあそういうふうにこう、まあ、うん、至ったらテレビ局とかラジオ局でちょっと働きたいっていう希望があって、はい、はい、でじゃあ RBC は8ヶ月で、はいはい、これは違うなって思ったとか、ああいやでもすごくあの勉強になって
ったんですけど、うん、あのまあ、ちょっとそろそろあの就活がちょっとあのおなんて忙しくなるかなって思ったので、じゃ辞めて、うんうん、そうですね、辞めたんですけど。そっか、はい、じゃあもう、うん、一応就職先はもう見つかってる、うん、いやー、それはちょっとまだごめんなさい、なんかあのまだで、まあ、ね、見つかるまでこっちで、うん、夜の変態のおじさんたちの相手したらスキル磨けるからね、いろんな意味でね。そうですね、うん、山内さんからもそう言われてるのでいい勉強だよ、逆にこういう方があの、はい、スキルアップに役立つから、うん、あ、はい、ね、本当に、ね、うん、あのこの番組は、まあ、僕らみたいな、ね、うん、人間から、うん、政治家の方まで、うん、そうですね、入る曲ですからね、うん、はい、もういろんなコメントを、うん、あの今、うん、ここでもね来てるよね、たくさん来てますから、そらしゅどさんなっちゃん逃げてって下心のナルトラ、不審者キャン様、サイコパス三振おじさん、サイコパスって何、うん、な、あのなんかやばい人しかいないって、僕横文字わかんない。はい。あの真面目なふりしてみたいな感じじゃないですか。いや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 、真面目ですよ。はい、あの仕事中ですから。はい。ということで、はい。うん、あの何？誰？中年おじさんじゃなくて、ガラスの中年さんですか。中年。うん。オラソエ職業訓練卒？だから何？いや、ちゃんと、ね、ね、ちゃんと転職をつけてたらどこ、ね、そう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 、うん、俺居酒屋大学卒業ですけど居酒屋、ね、それを言ったらね、はい、僕はあのラーメン東大卒ですけど、はい、っていうラーメン屋が本当にあるんですよ、僕の出身四国のね、徳島出身なんですけど、あれ、はい、阿波大学じゃなくて言わないでそれを、あ、そうなの、あ、また途中か、在学中だって皆さん松山高校在学中です、何を言ってるんですか俺何も言ってないよはい、あんまり言うとなっちゃ困ると思うんで、はい、お願いしましょう。いやいやいや、大丈夫です、はい、じゃあ、まあ、うん、FM 宜野湾でじゃあこう、うん、どういうことをこれから頑張っていきたいと思ってますか。まだしばらく働くんですよね。あ、そうですね、うん、卒業するまではあの、うん、いようかなと思っているので、まずはあのミキサーをちゃんとできるように頑張ります、はい、大丈夫よ、ちゃんとできてるよ。そうですでも今でもちょっと本当にちょこちょこ間違えるので、山内さんにいつもフォローしていただいたりとか、キャンさんとか。大丈夫、うちの番組間違いまくってそうですか事故起こしまくってるから大丈夫、うん、それでもね、うん、あの6年やってきてますから、この番組、この曲を ね、 ね、はい、ね、はい、うん、さあでは、うん、続いてあの皆さんからいただいている夏の思い出、はい、読みたいと思います、まずね、いつもあの Facebook の、 あのこの番組ね、あの Twitter と Facebook に公式 の、 あのアカウントがあるんですけど、はい、あのそこで、いつも 来週の今週のテーマを発表するんですけど、はいはいはい、いつもそこの Facebook にコメントをいただくガラスの中年さんから読みましょう、はいはい、あの日の夏の思い出、信号待ちパトカーの横を通り過ぎたらスピーカーで注意された、恥ずかしかった、暑かった夏の日の思い出。え、注意されたって なんでですかね。いや、うん、多分なんか二輪バイクかなんか運転してて、うん、あの注意されるような運転をしたんでしょう。あの実はあの、うん、このガラスの中年さんね、先週も、はい、何回かね、うん、あのパトカーに捕まりかけた話を、してきてましたんで、別のテーマなので。でもなんか言われたら怖いですよね、なんかこの怖い怖い怖い、あのスピーカーというか。そう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 、本当に、うん、あのちゃんと運転してるのにあれってね思ってしまいますね、うん、はい、ね、俺もだからね、はい、うん、いいよこれはまた後でねで、さあそして、その次のメールに行く前に、山内一郎局長から、おウェーイ、皆様こんばんは、なっちゃん楽しんでなっていうことで、ありがとうございます。局長、5分ほど出禁お願いしますこれまともなコメントじゃないですか今のこの曲。いや
この間に変なの送ってこられたら困るから5分ほどで消えさせとこう。はい、はい、さあではメール読みたいと思います。はい、はい、ナッツの思い出でいただいています。まずはラジオネーム香川県のうどん県大好きさんです。ありがとうございます。夏休みといえばラジオ体操です、うん、私が小学生の頃地区のラジオ体操に毎朝参加してました。体操が終わるとスタンプをもらうために並びました。スタンプが全部貯まると景品がもらえましたね、ということで。おあったね、ラジオ体操懐かしいですね、なっちゃん。ミラの、うん、あごめんなさい、まあ、どうぞどうぞ。なっちゃんもあったラジオ体操やってました。小学生の時は行ってました。うん、そうそう、うん、もう僕もやっぱりラジオ体操あって、はい、で6年小学校だから6年になったら、うんうんうん、もうあのラジカセ、まあうん、当番でラジカセ持たされて、僕だからスタンプを押す方になって、最後の1年、あ順番やけどね、何日かに一遍、はい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 、そんなね、小さい小学生とかにこうスタンプを押す係もなったりしましたね。なんで自分の曲でできんかよっていう、ね、いや大丈夫、その後ちゃんと OK って来てるからすいませんできんです本当に、みんな飲んでるかのかねって飲んでませんよ、そういう ね, ね だからできんって言ったんですよ、うん、そういう局長が多分飲んでるんじゃないでしょうかね、はいはい、うん、さあそして続いていきましょう。ラジオネームサッチーさんです。ありがとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます、夏の思い出ですが、うん、小1の夏休みの最後の方に家族揃って海水浴に行ったんですけど、うん、その時お父さんと私で海に入ってたら電気クラゲに刺されて、はい、お父さんは何ともなかったけど皮膚が弱い私は1ヶ月ぐらい夜中高熱出したり皮膚科に、通ったりしたことが夏の思い出です。かなり痛い思い出ですねこれね。電気クラゲって皮膚が弱いじゃなくて普通の人は、うん、多分子供はどうしても皮膚弱いから、うん、はいはいはい、ね、お父さんは多分あの毛でガードしてたと思うから、あそこは違うかいや、はい、うわ絶対これはしばらく本当にし、あの、うんうんうん、あと治るまで一月ぐらいかかる。そうなんですね、ですね、うん、はい、今は大丈夫なんですかね、うん、多分今は大丈夫大丈夫で、多分、うん、トラウマになってるからクラゲネットがないところで本当にそうですよね、うん、しか泳がないと、うんうんうん、そうそうそう、はい、さあそして続いていっぱい来てるな、来てますね、うん、東京のヤンバルクイナさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ夏の思い出、夏の思い出バーベキュー、ということで、うん、バーベキューといえば、まあ、沖縄だったらビーチパーティー、うん、まあ海ですね、うん、と思いますが、ヤンバルの川での冷たい水で泳ぎながらのバーベキューは最高ですよ、うん、またやりたいなということで、いいやってみたい、やってみたいですね、まあ、内地はどっちかっていうとやっぱり、うん、まあ海もやるんですけど、うん、どっちかっていうと川の方が多いかな、はいはいはい、僕も、うん、あの前の仕事で徳島ね、はいはい、地元でいた時は、はい、いやこのお盆、まあしうん、あの内地でいうお盆の時には、はいはい、みんな休みになるんで、はい、毎年仕事の仲いいメンバーで集まって川でバーベキューしてましたね、はい、はい、川かいいな、いいですね、まあ、なかなか沖縄は川自体があんまりないからね。そうですよね、なんかね、なくて海が多くて、まあ、でもビーチパーティーはビーチパーティー楽しいですね、はい、ありがとうございます、ね、さあどうしましょうか。続いてメール読みましょうか。いきますね、うん、はい、成田さん、エコさん、ゲストのなっちゃん、生放送お疲れムーン、ムーン武蔵です。本日のテーマ夏の思い出、い僕の夏の思い出は、うん、去年の夏に、トロパでひふみさんの、まあ、木曜日でやったの番組ですね、ひふみさんの、オフ会ビーチパーティーに参加してパーソナリティの皆さん、まあ、僕とエコさんも含めてですね、うん、リスナーの皆さんにお会いできて、お肉も野菜も美味しくいただけて、一緒に来てた弟もとても楽しそうで満足できてとても良かったです、まあ、僕とナルトは僕とそれからエコさんとかにも会えて楽しかったですということで、うんうん、で今年の夏の思い出は、いろんなお店、バタフライピー、味噌飯屋丸玉、うん、とか、いろいろとまた食事も行ったそうですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。写真もいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あと、うん、もう一つ、はい、うん、沖縄大好きさんからですね。ありがとうございます。はい、エコさん、ナルトラさん、なっちゃん、こんばんはということで、こんばんは、うん、はい、夏の思い出、今年は
これといった思い出はないっす。今年はしかたがない、ね、3年前にはアニソンの大型イベントに現地参加したり、うんうん、一昨年のこの時期に自分で弁当を作って、はい、瀬長島をドライブしたりしてたと、ほう、すごい、いいね、うん、以上です、ね、以上です、はい、ありがとうございます、もう早くコロナ終わって、そう、本当僕とかはね、まあ、毎年、うん、まあ基本的に同じことを繰り返してる、まあ、もう大人の世代なんですけど、なかなかこう特になっちゃんとかね、うん、大学生、学生だから経験できたことがなかなか、そうですね、まあ、多分なっちゃん自身もわからないかもしれないけど、うんうんうん、実際今の状況を今経験してるから、はいはい、だから本当にいろいろとね、うん、今よりも自由に、ね、うんうん、いろんなところ、僕も学生の時とかは、はい、夏になったら、うん、いろんな国内のいろんなとこ旅してたから、そうですよね、うん、だからもう僕大学卒業するまでに沖縄以外の46県は全部足印した、まあ、もともと家族が旅行好きだったからっていうのもあるんだけど、はい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 、自分も好きになったから、すごい、はい、そうで、あの沖縄に足印したのが28の時かな、28、うん、ちょうど夏場に行って、はいはい、あの青い海に感動したよ、本当に那覇空港に立つ時の、はい、沖縄に住んでる人はもしかしたら普通なのかもしれないけど、うん、やっぱり初めて見た時の感動ってなかったね、本当、いや、なんかちょっと嬉しいです。で、気がついたら住んでるという感じなんですけど、うん、はいはい、さあちょっとじゃあコメントもいくつかいただいているので読んでいきましょうか、うん、はい、はい、シュプリームさん、やっぱりラジオ体操第2は恥ずかしながりながらやるタイプ、うん、いや普通だよ、ラジオ体操第、あ、第2、ラジオ体操、僕あの夏休みラジオ体操第1で終わってましたね、そうですね、大体第1ですね、俺なんか第2までやって、小学校の時、うん、第2までやって、うん、だいたい時給走、うちの部落だけ、え、時給走もあったんですか、うん、だから3年までちょっと500メートルぐらい、で、あの高学年がだいたい800メートルとか1キロぐらいのところを時給走で終わってから、うん、そうそう、第2までやるかで、もう完全にたまに第1だけやってやるか、うん、準備体操じゃないですか、本当に、確かにそうですね、朝一から走ってね、終わってからもう朝飯がうまいのなんのってね、うん、でしょうね、はい、はい、カープボーイさん、ナルトワさん、エコさん、皆さんこんばんは、何、今日は美人秘書が出てるの、燃えろいい女、燃えろ夏子これあの、ね、どっかの領事館、歌わないと燃えろって歌わんと、いや、それを言ってもなっちゃ分からないと思う、分からないかな、知ってますこの曲本当だ、そうなんだ、はい、ね、カブボーイさん、その前の番組もね、うん、ずっと聞いてるからです、ね、あ、ありがとうございます。あと、ニセカベさんね、え、バイクの修理、これ前の話、山口の、角島大橋まで一人ツーリングに行ったことって、すごいツーリング、ね、そこで2時間しかいられなかったけど感動的な風景ということでね、え、確かにな、俺もバイクあった時一人で北部ずっと行ってたから、あ、そうなんですか、そうそう、朝6時半ぐらいに宜野湾出て、はい、大体2時間ぐらいあればヘドまで行くから、あ、そうなんですね、そこから次東海岸を折り返してずーっと帰ってきて、はいはい、うん、で、そうそう、月1ぐらいで夏場走ってたな、へえ、そうそう、すごい、いいね、はい、ああいうのもね、うんうんうん、さあ、そしてギネスさん、この方、宮古島の方です、うん、へ、今年は夏来なかったから何もない、はい、観光客はビーチ、県民はヤーグマイってどういうことなの、確かにちょっと県知事さんということで、うん、だからよ、逆だよな、今ですね、沖縄県全体より宮古島の方が人口比でいうとひどいと、もう300、400ぐらいになってるよ、10万人あたり、率が、石垣がまあ、うん、なんとかこう、やっぱりあれはもう、うん、市長さんのおかげだと思うんですけど、僕はね、結構ちゃんと先導してますからね、うん、割と、うん、宮古島なんなんだろうね、なんでだろうね、ごめん、お通り文化だから無理だろうな、まあ、だから、もうあるし、もうだ
あの何でだろう、事故と一緒だから、うん、100% 誰が悪いっていうわけじゃないけど、ね、多分あの一番確率の高いデルタ株が流行りだした、うん、それかもう止められなくなった、はいはい、ちょうどだからそれ と、 こうと特に宮古島のね、うんうんうん、だからまあとにかくあの誰のせいにしてもいいんですけど、人それぞれなんでね、はいはい、あのなったら怖いのは自分ですからね、うん、そうですよね、もう結論としてはも う、 もう本当に回避しましょうと、うん、一人がね、それしか僕は言いません、うん、本当に、ね、自分もこういう仕事やってる以上、はい、ね、こう難しい本当ね、だからあまり僕 SNS ではこういうことはもう言ってあえて言わないようにしてるんですよね、はいはい、誰が言っても 誰かを傷つけてるかもしれないみたいな、ね、ことがあるので、そうですよね、そういうのは思います、うん、はい、じゃあちょっとあのなちゃんなんか、はい、まあ、もちろん過去の話でいいけど、なんか夏の思い出でこう、はいはい、あったら、あ、夏の思い出は小学生の時なんですけれども、うん、あの4年生の時にあの家族で恩納村にキャンプ行ってで、うん、でその時にもうあの上を見た時にもう、うん、もう満天の星空でちょっと感動したの今でも覚えてます。いいと思う本当ね、多分、うん、あのやっぱりこう中部南部に住んでたらやっぱり、ね、はい、まあ街中やからどうしても、ね、やっぱこう女村まで行ったら、はい、こうあんまり光もないし街灯もないし、はい、いい空が見えると思います。そうですよね、わかります、びっくりしました本当に。こうやっぱりね、うん、かこの小さい頃ってだって家族旅行で、ね、うんうん、思い出作るのがやっぱり記憶に残ると思いますね、ずっとね、はい、はい、はい、ということで、うん、夏の思い出、 あとちょっとまだ早いぞ、ヤンバルクイーナさんから、うん、夏の思い出、うん、高校3年の夏休みに、うん、自転車でヤンバルからヘド岬を往復しました、往復80キロです、だろうね、すごい、あの結構ね、あの僕も実際沖縄に来てみて分かったんですけど、巨だからヘド岬ってすっごい長いんですよ。長いですよね、うん、本当に下手したら、うんうんうん、高速も走るもあるんですけど、巨だまでね、那覇からだと、うんうん、それより長い時間かかるんですよ確かに巨だまで来たらもうちょっとで着くかなと思ったら、うん、そうですよね、そうですよね、本当に、うん、何も甘いよ、ね、はい、今でこそ分かるんですけど、うん、初めてヘド岬に行こうと思って行った時には、はいはいはい、景色も何も変わらんし、もう何もこれ疲れてきた運転みたいなね、うん、そんな感じでしたけど ね、 ね、はい、しかも、うん、そこの国神の泡かな、あだかな、あだですね、はいはいはい、から引っ越しやった時ないだろ引っ越しやった時俺繁忙期に、うん、はい、あだから、はい、あだでに持ち取って、はい、西原町まで入れやって、トラック1台分2人で、あの引っ越しのトラック1台分2人で行って、はい、入れて、その次那覇、あ、その次あれだな、浦添から那覇まで行って、うん、最後糸満から取って、あの浦添まで戻ってきて、3軒半に立つ、3軒引っ越しか1日で、走行距離260キロぐらいなんて、うわ、すごい。あだってね、もうヘド岬のちょっとこっちか、うん、あのに東側のちょっと南に降りたところぐらいで、もう一番多分那覇から遠いところじゃないかなって思うぐらいの、あ、本島内で言うとね、はいはい、うん、ああ、はいはい、そうそうそう、あの距離がな、奥だったらぐるっと回れるけど、あだ、うん、はどっちから行っても、うんうん、本当本当に中間地点になるから、そうそうそう、下から降りても中途半端やし、あの2号線って山道があるんですけど、うん、途中公園ね、あれを突き取れ、あ、突き、あ、まあその方がいいと思います。あ、だってそれ2号線の突き当たったところにあるんで、遠いわけよ、うん、片道2時間、宜野湾からこっちの引っ越し屋だって言ったから、うん、こっちから出て片道2時間半高速使っても、はい、そっか、ということで、はい、そろそろエンディング近づいてきましたけれども、ね、さあ来週テーマどうしましょうか、うん、一応誰か復活するかもしれないということで、あ、そうだ、はい、おかえりって、おかえりいろんなおかえりがあるよねって、はい、
なっちゃん来週のね、はいはい、あの入れ替わりの時ね、はい、僕とエコさんともう一人誰かいるかもしれないんで、そうそうそう、あのびっくりしないでね、はい、うん、一応本人は来ると言ってるからこのテーマでしようかなと、はい、ということで、うん、はい、来週のテーマはおかえりでお帰り、はい、さあじゃあなっちゃん、うん、あの最後に簡単に、はい、今日の番組感想を、感想、あ、ありがとうございます。今日初めてあのこういうラジオに出て、いつも声だけなのであれなんですけど、うん、なんか本当にでも皆さんいろんなこのコメント、あったかいコメントをくれてなんか嬉しいなと、あの一人でほんわかしてますそう、あの一回喋りだしたら本当あっという間だと思うんで、ね、うん、そうそう、はい、またこれからも FM ギノワンで、ね、うん、活躍してもらえたらと思います、うん、でたまにあのちょっと今年いっぱいね、あの、はい、うち女性パーソナリティがもう一人いるんだけど、はいはいはい、今年はちょっと休業なので、あ、だから対面会はいつでも入ってきていいからねみんなあの野郎の顔だけ見るよりは可愛いパーソナリティの、うん、ゲストの顔見たいと思うんで、そうですね、カメラ全部一つにしてこっちにいや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 、それはそれはじゃなかったら、はい、これでいいのかな、ということで、フリムラジオはこれで終わりにしたいと思いますもうこんなんで終わりかよ僕のお相手はナルトラでした、小ザエルでした、なっちゃんでした、うん、はい、ありがとうございました、ちゃんと戻したいメインで張ってないかったじゃないかな、領事館だと。でもこの